安心で豊かな暮らしの創造ということで、安心だけではなくて、この豊かな暮らしを一回自分で作ってみて体験して、やってみようという。で、実際やってみるといろんな楽しさが、やっぱり仲間を呼んだりとかね、家族を集めたりね、でいろんな趣味が最近増えてきてそうなんですね。本当に生きててよかったなって、去年の6月から来たんですけど、真逆の人生、こういう暮らしをちょっと広げていきたいなって、全く揺れない場所っていう、ね、日本にそんな場所ほとんどないんですよね。どっかで地震が起きてもここまで伝わってこないっていう。緑も豊富でね、もともと地盤がいいという観点だけで来たんですけど、その、地盤の良さと、あとやっぱこう日差しですね。こうやっぱ標高 100m あるんで、空気が澄んでるのと、方角からして冬でも30度ぐらいはあるんですよ、この温度、交通アクセスで、東急の停車駅で、そこか、都心にはやっぱりその過密ということで、今回のこのコロナの問題も含めて、あとは災害時にやっぱり都内だとこう避難所が少ないっていう、少し郊外ではありますけど、こういう場所で安全な場所にね住むっていう、結果的に地方創生にもつながる。